それではインディアンフルート製作ワークに向けて、いくつか、フルートを紹介していきたいと思います。まずは短めの笛、ハイ D マイナーですね。 ABCD ですね。 D マイナー、そして次は A マイナーですね。まあ、一般的に広く普及しているサイズなんですけれども、まあ、ラドレミソラっていう音階になっているので、ドレミの音の高さに合っていて、まあ、アンサンブルするにもね、すごく適しているということで一般的に広まっています。ちょうどね、押さえやすいサイズになっています。そして少し長めの笛になるんですけれども、これは ABC で E、E マイナーですね。ちょっと長いので初めての方は少し押さえにくいかもしれません。そして次はですね、アースバイブレーショントーンシリーズというのがありまして、まあ、これは僕がいろんなこの鳥の鳴き声とか動物たちの鳴き声をですね、こう測ったり、昔からしてるんですけども、まあ、そうした中で、一定のこう、ね、高さというのを動物たちがこう、奏でている ある和音構成に従ってこう奏でているんじゃないかということが分かってきまして、まあ、それに従って作ってきた、作っている、フルートになります。最初に、E フラットマイナーですね。ハイ E フラットマイナーです。先ほどの D マイナーよりも半音高くなります。そして次は B フラットマイナーですね。先ほどの A マイナーよりも半音高いものになります。これは別名クジラチューンとも呼んでまして、まあ、クジラの鳴き声からこう取って生まれたものです。まあ、クジラチューン、なんですけれども、まあ、実際はねクジラもっとこう低い声とかすごい高い周波数とかでこう鳴いたりするんですけどもね。なので、まあ、そういった周波数、同じ音の例えば A だったら A とかね、低い A 高い A いろいろあるんですけども、まあ、そういった形でこう、撮っているということですね。そして次は、低いE フラットマイナーですね。先ほどの E マイナーよりも、半音低いものになります。はい、E フラットマイナーでした。まあ、いろいろ紹介しました、してますけれども、まあ、まずはね、こうご自分のこの、ハートに響いたもの、まあ、あるいは押さえやすいサイズとかね、そういう形で選んでいくのがいいかと思います。そして、まあ、最終的には、ね、こういう何本も、ね、持ってるから、方も多いのでね、まずは、これで今回行こうという形でね、決めてもらっていいんではないかと思っています。はい、では、楽しくお会いしましょう。